国会ではマイナンバーをめぐる問題について閉会中審査が行われています。河野大臣は来年秋に健康保険証を廃止する方針に変更はない考えを示しました。中継です。はい。野党だけでなく与党幹部も懸念を示す中、河野大臣は保険証をマイナカードに一体化した後も安心して保険診療を受けられると強調しました。本当に来年の秋の保険証配置できるんですか。 少なくとも来年の秋は延期すべきだと思いますそうでなければ政権が持ちませんいかがですか保険証を廃止してマイナンバーカードによる保険証利用に統一した後も安心して保険診療を受けていただくことができるということをきちんとお知らせをしてまいりたい健康保険証との一体化の時期をめぐっては自民党の萩生田政調会長や 世耕参院幹事長からも来年秋にこだわる必要はないといった声が上がっていますが、河野大臣は時期は変更しない方針を強調しました。また、マイナンバー関連の総点検中の自身の外遊については、必要な仕事をするのは当たり前と述べ、問題はなかったとの考えを示しました。